初めて会った時、あと試合前にこう注意受けてこう睨み合いますね。その時は目つきというのかな、そういうのはちょっとちょっと気が弱いんじゃないかなっていう感じで、ちょっと節目がちでね。でもチーンとなってこのコーナーからこっちに振り向かった時にロペスの目が光ってるように見えましたね。野獣とかね、獣の目とかね、言うんだけれども、じゃあ感情のない機械的な目、そういう感じに冷静にね、こう動きを見てるというか、なんか計算してるかのような。まあ実際僕幕出し合いでそうだったんですけどね、1ラウンド2ラウンドとかに、ロペスは軽くダメージを与えないような捨てパンチで僕の避け方の、そんでその癖をね見てるんですね。それでどうしてもね、僕自分でもね前からその欠点に気づいていたんだけども、この左ジャブとかこうボディとかに打たれてると大きくねこうパーリングしちゃう癖があるんですよ。まあそれを最後の5ラウンドにとどめで僕がとどめを刺された時なんですけども、その時に最後の時に左ジャブをこうドーピガーで僕打たれたんですよ。でこう外した瞬間にそのパンチが消えて、こう左腹を打ち抜かれたね。なるほど。あの時だからなるほどなと思いましたけどね。さあ続いては11度目の防衛戦からご覧いただきます。94年の9月17日、28歳になっています。ラスベガスは MGM グラウンド、相手はヨドシン、セーン・モラコットです。今はシン・マナサックという名前になっています。そうですね、怪人はよく名前変えますからね。さあ6大世界タイトルマッチのうちの一つに組まれましたこのカードでありますが、1ラウンドで試合が決します。この当時の最短記録ということになります。ストロー級の最短記録です。タイからやってまいりましたこのヨドシンですが、ビザの関係でラスベガス入りが、前の日の夜ということになってしまいました。ロペスがよく動きます。ボディーワークをちょっと使うようになってきてますね、はい、この辺りですね。以前はですね、頭の位置を動かすためにですね、フットワーク使うしか方法なかったんですよ。いわば棒立ちだったんですよ。ところがベルスタインについてからでしょうけれど、このボディーワークもその使えるようになって、その頭の位置を今みたいにですね動かすようになってきましたね、はい、だから上半身をその以前よりは柔らかく使うように進歩してますよね、はい、右のクロスです。体つきの方もやっぱり筋肉はしっかりついてきたようですね。そうですね、ただそれだけウェイトはきつくなってきてるはずなんですけどね。そうでしょうね。それを節制でですね、あまり試合のない時でもウェイト上げないんですよ、いい左フックだ。顎に入りました。ふらついてますね。これはレフェリーが止めました。1分53秒です。先ほども言いました当時のストロー級の最短記録です。試合後にもうこの階級には相手はいないんだと、今後はジュニアフライで戦いたいとコメントしています。リカルド・ロペス。12度目の防衛戦ご覧いただきます。メキシコシティです。プラサ・メヒコ。観衆は2万5000人です。この興行は5大世界タイトルマッチのうちの、1つのカードということになりました。これあれジョイさん、メインのカードはウンベルト・ゴンサレス対マイケル・カルバハルの試合だったんですね。そうですね、このハビエル・バルゲスっていうのはですね、タフガイでしてね、そのマイケル・カルバハルとですね、ラスベガスですごい試合しましたね。負けたんですけど、一部の人はですね、そのバルゲスの方が勝ってたというぐらいタフガイですよ。はい、さあスタイルが変わりつつあります。リカルド・ロペスですが、このタフガイに対してはどういう戦い方挑んでいきますか。
資料では身長は150センチとあります。かなり小柄です。メキシカン同士の一戦、よく移動します。まあこの試合なんかでですね、かつてサウスポーが苦手だって言われたロペスのですね、対サウスポー対策ですね、戦術の考慮、はい、を見る思いがしますね。ポジションを移動させながら、よく動いてですね、はい、左からでも右からでもリードできるんですね。あ、そうですね、よくこう体をひらりひらりとこう翻します。まあ、先ほどのインタビュー大橋選手も言っていましたが、こう相手を分析するようなこう冷静な目、そういった表情が印象的です。このロペスの目、まあ表情だと思いますけれども、そういったことに関しては小泉さんどういう印象を持ってますか。まあ、最初の5度目の防衛戦あたりの時のですね、出来の悪い時っていうのは自分自身に苛立ったりですね、でちょっと精神不安定な面もう見られたんですよね。ところがそのもう10度ぐらい防衛してくるとですね、このロペス非常に自分自身に自信を持ってきましたよね。まあ、その自信支えるのはやはりリードパンチの正確さ、強さですよね。最初のパンチをうまく当てるんですよ。そして相手に打たせないでしょう。はい、で決めるパンチっていうのはですね、まあ、フォローするですね、まあ、野球やゴルフでもありますけれど、まあ、打ち抜くパンチで相手仕留めてしまいますね。あ、左の顔でしょうか、カットしたようです。メキシコのハビエル・バルゲスを相手にしています。あ、頭の中だったんですね。そうですね、バルゲスっていうのはですね、本当にしつこい選手ですね。当然そのボディ狙ってロペスの足を止めようとグイ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 その来るんですけど、ロペス単にですね足使って逃げるだけじゃないんですよね、はい、出鼻出鼻を強いパンチで叩いてますね。出すパンチ出すパンチがカウンターになっていってるんですね。まあ、この辺りはもうほとんど入っています。なんか今のシーンなんか右でトリプル打って、そして左でトリプルですね。さあ連打します。これでも立ち続けます、バルゲス。ロペスはチャンスがあってもそんなに慌てませんよね。まあ、顔言わしません。その辺が冷静なんでしょうね。本当、まあ、自分のパンチにですね、その自信があるのとですね、で慎重なんですよ。絶好のチャンスを伺います。本当に相手痛めつけてですね、本当に絶好のタイミングでないとそういう際どいパンチの打ち込んでこないですよね。まあ、リングサイドで何度かロペスの試合見てますけれども、もう行ってもいいんじゃないかというような感じの時でも自重する時ありますからね。まあ、それは性格ですよね。そうですね、おそらくこういった試合運びを持って生まれた性格が、こういった戦い方になっている要因なんでしょう。まあ、英語でペイシャントっていうんですね。まあ、非常に辛抱強い、はい、だから本当の後期グッドチャンスが来るまではですね、あれとその慎重にボクシングしますね。この試合はこのラウンドで終わります。レフェリーが溜めるタイミングを見ていたようです。
メキシカン同士の対戦だったんですが、この試合も勝ちまして12度目の防衛に成功です。これ最後試合終了の瞬間です。攻めてる時もですね、やはりバランスがいいんで、もし相手がですねパンチ打ち込んできても避けられる体勢で攻めてますね。はい、この試合は先ほどの試合の2ヶ月後に行われました。13度目の防衛戦、メキシコの北部モントレーで行われました。この試合も5大世界タイトルマッチと銘打たれて行われています。ヤミル・カラバジョが相手です。コロンビア人。この大会も豪華でありました。チャベス・トリニダード・ランドール・カストロ、そしてロペスと、こういった面々が顔を合わせました、顔を揃えました5大世界タイトルマッチです。ね、そのゴングが鳴る前からガード上げてるんですよね本当ですね。まあエンジンもうすでにかかってるという状態ですけれども、その通りこれもですねストロー級の最短記録を更新していきます。まあ自分の記録を更新していきます。早い試合です。フットワークが早い上にですねガードも硬いで、上半身の動きもその覚えてきたボディーワークですね、相手にとって余計に捉えづらいですね。まあ、この辺りの試合からですね、相手はいない、それから自分でも次の上のクラスに上がりたいと言い始めました。で、その相手は先ほど小泉さんもおっしゃってましたカルバハルかゴンサレスかどっちなんだとかなり言われていた頃です。相手の方が受けてくれないんですよね。まあ、挑戦アピールしてもですね、いや結構ですっていうまあそれだけロペスのボクシングその穴がない隙がないとでパンチもあるということで、まあ、結局ゴンサレスにもカルバハルにも怖がられたんでしょうね。抜群のタイミングで入りました。これが1分10秒です。1ラウンド1分10秒ノックアウト。まあロペスのパンチの強さっていうのをですね練習で見たことあるんですね、はい、メキシコのドラ型ミットを打つんですけれど、軽量級であそこまでウェイトを乗せ切るのかなっていうぐらい肩腰ですね、そのパンチのそのウェイト乗せていくんですよね、だからあれだったら本当に相手打ち抜いてですね、やはりあれだけのパンチあるなと思いましたね。ただ力で打ってるんじゃないんですよね、はい、体のしない、そして全身で打ってるんですよね、だからあんなに威力があるんですよね。まあ大橋さんもね言ってらっしゃいましたけれども、ぜひこう真似してほしいという選手でしょうね。非常に綺麗なフォームです。年が変わりまして1995年の4月1日の試合です。アメリカネバダ州ステートラインのデザートアリーナ、フィリピン人のアンディ・タバラスです。この試合は試合前のオッズという数字があります、まあ、掛け率なんですが12対1で、ロペス有利と出た試合でありました。まあ、この試合は私セコンドついてたんですけどね。ああそうでしたね、タバナスの方に。ただですねタバナスが行かないんですよ、攻めて、もう火の玉小僧でパンチのあるタバナス。やはりですね後から振り返ってみるとやはりロペスの距離の取り方がうまいんですね。タバナスとするとですねその入っていくともうもろにカウンター食いそうな、そのいわゆる大橋さんいう眼力ですよね、はい、バランスを崩しましたがアンディ・タバナスよくリカバリーしました。第2ラウンドに入っています。今いいパンチ入れましたけどね、はい、
今のボディーブローなんかも強いパンチですね。すぐ顔面に返してきましたからね。まあ、セコンドについていた小泉さんなんですが、あ、カルバハルですね。この頃非常に次の対戦するんじゃないかという噂がありました、まあ、クラスを上げて対戦するんではないかという噂があったそのカルバハルです。コーナーから小泉さんはどういう指示を出してたんですか、このロペス相手に。まあですね、体振って距離詰めてですね、そして入り込んで、それでできるだけボディを打とうとですけど、やはりその距離が詰められなかったんですね。まあ、ロペスのですね、そのグローブの上から打ってくるようなパンチ、あれも結構威力あるんですよ、はい、それを来ると、まあ、タバナスとしてはパンチあるなっていうんでですね、入っていくとそれをもろにですね、そのカウンターで食いそうな気がしたんでしょうね。あ、リカルド・ロペスにとりましてはこれがちょうど40戦目ということになります。今たまにそのタバナスに左フックなんか当たるんですけど、冷静ですよね、はい、ロペスは。ついに試合はラストワンラウンドまで行くんですが、試合終了のゴングは聞かれずに、終了します。あ、ジョーさん映ってますね。表情もかなり渋いです。全然いかないんですよね。まあ、先ほどから指示もね、おそらくセコンドの言うことも自分でもやろうと思っているんでしょうけども、それをこのロペスがさせなかったんでしょう。さあ、ラストラウンドです。この試合はもうブロックするばっかりだったですね、タバナスは。これが最後のスパートです。まあ、ロペスはこれだけワンサイドに勝っていてもですね、最後倒しにかかってきましたね、はい、やはりプライドのせいなんでしょうね。まあ、クリーンファイトしろって言ってるんですね、はい、右のスライドから左を返します、ロペス。狙っています。今の左フックなんかも強かったですね。まあ、止められてもしょうがないですよ ね。これで40戦全勝、40戦全勝、30KO とレコードが伸びました。伸びるいわゆる広角打法の左フックがですね、特に強いんですよね。まあ、東洋の選手あんまり打たないんですけど、中南米の選手、伸びて当たるときはですね、左ストレートみたいな形ですね、はい、それをサイドから打ってくるんですね。あれは食うんですよ。そしてあれは、まあ、ロッキー戦リン選手もあれで倒されたんですけれど、はい、あれ効くんですよね。年が変わって1996年の3月16日ラスベガス MGM グランドです。アラビラモア戦を迎えました。リカルド・ロペス、タイソン・ブルーノ戦のアンダーカードで行われています。この試合はビラモアサイドに小泉さんついたんですよね。そうなんですね。私はそのビラモア使ってロペス破りたくてしょうがなかったんですね。だからフィリピンのセブ島行ってですね、一緒にトレーニングしてこういう方法をやれっていうのを言ったんですよね、はい。まあ、その狙いはですね、ビラモアっていうのは非常にブロッキングのいい選手なんです、はい、だからロペスのパンチを他のチャレンジャーのようには食わないだろう、はい、だから相手がジャブなりワンツー来た時に急激にダッキングして左ストレートで溝打ち叩く作戦だったんですね。ただですね、それがあまりできなかったんですよ。ははというのはビラモアがですね、昔に比べるとやっぱり膝が硬くなってましたね。特に、はい、左の、まあ、後ろの方の足の膝ですね、
これが昔の柔軟性がちょっとなかったですね。ああそうですか。右のストレートを放ってきます、リカルド・ロペス。まあ、リカルド・ロペスの方はですね、先ほどのアンディ・タバラス戦から、まあ、およそ1年のブランクがあったんですね。これ拳をどうやら手術したんですよね。はい、ということでそういった向こうに不安材料もありました。ジョーさんも映っています。ロペスっていうのはもうスタンス見てもらえば分かるんですけど、常に半身なんですね。はい、懐深いように見えるんですけれど、実際は踏み込んでですね、その正中線というか体のセンターラインを打つとですね、当たるんですよ、ところがですね、ロペスはそれを相手からするとなんか遠くて当たらないように錯覚させながら戦ってるんですよね。だからビラーモア打つんだったらもう胸溝落ち受けって言うんですけど、まあそれを察知したんでしょうね。当てさせてくれないんですよ。距離の取り方がうまいんですよね、ロペスは。第6ラウンドです。パンチがなかなか入りません。今、左のダブルですよね、はい、だから左のダブルトリプルを打つ練習もビラモアかなりしたんですけどね。まあ、3段打ちした時にですね、ロペスは最初のパンチスウェイバック、次のパンチバックステップ、そして3つ目はサイドステップで避けましたよね。はい、いい試合を見せています。サラビラモア、まあ、6ラウンド目良くてですね、この調子でいけって言ったらその7ラウンド目はまたロペスのペースになったんですよね。なかなかこのロペス崩すのは至難の技であります。右拳の手術のため1年のブランクがありましたが、そういったことを全く感じさせませんでした。さあ、そしてこの試合で、試合はこの8ラウンド目で勝敗が決します。これがまあ語り草になっていますけど、見事なアッパーカットをね、放ちます。このラウンド始まってから40秒、まあ、30秒ぐらいのところでしょう、放ちます。それをご覧いただきましょう。これです。ジャブを出しますよね。その帰り際にその左アッパー持っていったんですよね。結局立ち上がれず敗れています。あれ打たれた時にアラビラモア倒れたんですけどね、あらと思ったですねいやこんなのありかって思ったんですけど、セコンドで、はい、いやー、私と浜田さんはですね、こう後ろの方から見てたんですけども、なんて長いアッパーなんだろうという。見てくださいよ、ジャブきますね。これでヘッドスリップして膝のバネ作ってるんですよね。だから手打ちのパンチじゃあんなに効かないですよ。体のしないで打ってるんです。ここでだから体全体であの左アッパー打ってるんです。だからビラモア立てなかったんですよ。はい、まあ、ますます強くなったという感じがしますね。まあ、タイミング測るのうまいですね。